どうもー、鳥の爪団総統です。ホラーゲーム企画、カラスの爪第534弾はこちらのゲーム、There is man in the attic やっていこうと思います。直訳するなら屋根裏部屋に男がいますですけども、まあできれば男なんか屋根裏部屋にいてほしくないなっていう感じなんだけども、約10分程度で終わる短編ホラーゲームですね。今海外を中心に高評価で話題になってる、そんな感じの作品です。ということで早速どんな恐怖が待ってるのかやっていきましょう。スタート。鳥爪。さあ、ということで実際にやっていきたいんですけども、ちょっと収録中に突然このゲームが一回フリーズしちゃって、でデータが完全に破損しちゃったんで、もう一回再度やり直していくっていう形になるんだけども、まあ途中まで内容知っちゃってるんですけども、やっていきましょう。まず冒頭の文翻訳してきたんで読んでいきますね。子供の頃よく同じ悪夢を見ました。男が私の部屋に立っていて私を見ているというものでした。私は屋根裏から来たと確信していました。当時私は弟と寝室を共有していました。この夢を見たとき、私は寝ている間によく大声で話していました。まあ、寝言を言ってたってことかな。弟によると、私は次のようなことを言っていたそうです。誰かがいる、男がいる、あいつがいる、と。夜中に何度も弟を驚かせたそうです。私はもう大人なので、あの恐ろしい悪夢はもう遠い記憶になってしまいましたが、っていうような内容が冒頭には書かれてると。ということで、じゃあ実際にやっていきましょう。さあ、で起きたのは寝室。これでもさ、すごい、おい、ファインドフォンということで、とりあえず、携帯を探していくっていう流れなんだけども、これさ、めっちゃ綺麗じゃないグラフィック。でさ、なんかあの、ホラーゲームってさ、あんまりこう、おしゃれじゃないというか、って言ったら失礼だけど、なんかこう、シーツとかさ、染みついてたり、なんかすごいこう暗いテイストが多いけども、なんか朝っぽいようなね、まるでこう、無印良品とかに置かれてるような、おしゃれな雰囲気になってると。さあ、ちょっと本が、携帯が鳴ってるんで探していきましょう。上の階があれが多分屋根裏部屋なんだよな。まだあっちの中にはね入ってないんだけども、ここがベッドルームかな。でただここは今は必要ないから入れないっていうとこで、下の階にね、携帯があったんで、それをちょっと探していきましょう。あれですね、これね。でもやっぱすごいおしゃれだよな、壁紙とかもね。で、これが携帯なんでチェックしていきましょう。で、アレックスからのテキストチャットが来てると、まあ、LINE みたいのが来てるんで、ちょっとこちらも翻訳かけていきますね。無事に家に着いたことを知らせたかったんだ。招待してくれてありがとう。とても楽しかったし、再会できてよかったよ。リリーの振る舞いを謝りたいんだけど、子供って想像力豊かだから、きっと疲れているんだと思う。またね、元気でね、っていうことなんで、まあ、弟からの LINE メッセージみたいな感じだよね。で、そのリリーっていうのは、その弟のお子さんなのかなっていうところがちょっと分かったっていう感じ。うん、でクリーンアップっていうことで、ダイニングテーブル、ちょっとここの片付けをしていきましょう。うん、でこんな感じでちょいちょいストーリーが語られてくっていうタイプね。ちょっとしっかり翻訳かけてきたんで、こちらもまた読んでいきましょう。今日私のブラザー、まあ弟か兄か、ちょっと弟としましょうかね。弟が訪ねてきましたと。で、弟とその奥さんと7歳になる娘を連れてきました。リリーという名前で、正確には私の姪にあたりますと。最後に会ってからしばらく経っていたので、私たちは30分ほどお互いの近況を報告し合いました。しばらくしてリリーが本当に無関心であることに気がつきました。大人が日常的な話をするのは子供にとって一番退屈なことだろうから仕方ないだろうと。そこで私はリリーに2階の部屋でテレビを見させることを提案し、アニメのチャンネルを全部見せて、退屈な大人たちから離れてテレビを見るようにさせたのです。彼女は感謝しましたと。まあ、その弟の子供、リリーちゃんが、まあ、上の階でアニメを見てたよっていうことが判明したっていう場面だね。さあ、で、とりあえずお皿を回収したので、キッチンの方に持っていきましょう。流しだね。そこのシンクに持って行って片付けていこう。この辺もこう一個一個がリアリティあるよね。自分のこう記憶を思い返しながら、その今日一日のことをね。さあ、でこちらも翻訳かけてきたんで読んでいきましょう。夕食の準備ができたので、リリーを連れて2階に上がろうとした時、突然リリーが叫びながら1階に駆け下りてきたのです。リリーは本当に怯えた様子で、話すまでに 2,3 分かかりましたが、やっとこう言ったのです。2階に男の人がいて、ドアの隙間から私を見ていた。戸惑い、少し怖くなったのか、私たちは2階に上がり、すべてを探し、屋根裏も調べましたが、何も見つかりませんでした。結局、弟はリリーの話を否定し、疲れているんだろうと言い、すぐに2人はその晩に帰っていきました。私は再びこの家で完全に1人になってしまった。っていうとこね、ちょうどもう帰宅しちゃったっていうとこでね。まあだから、帰り際にそのさっきのテキストチャット、LINE みたいのを送ってきたっていうとこだったんだろうな。さあ、で主人公が眠くなってしまったみたいなんで、ベッドの方に向かっていきましょう。でこの辺までやったところで、
なんか完全にアプリケーションがフリーズしちゃって、もう全く何も動かなくなっちゃって、マウスも動かなければタスクマネージャー開けるじゃないですか、それもできなくなってしまうっていう、もう単純に PC の電源切るしかできなくなっちゃったんだよね。でじゃあちょっとこちらも翻訳かけていきましょう。リリーの話によると、男はここに立っていて、このドアからまっすぐ彼女を見ていて、私の夢の家と同じように屋根裏部屋に戻っていったそうだっていう感じですね。まあ、その小さい頃に見ていた夢が本物の現実のようなものになって、その姪っ子を襲ってしまったっていうところね。いよいよだな、これ来てるな、来てますね、ノイズ。あーなるほど、屋根裏部屋でなんかそのノイズが聞こえるから、それ探しに行こうよってところかな。この部屋大丈夫だよね。さあじゃあいよいよ本格的にこの上の方に行かなくちゃいけないっていうところだよ。怖っ、やだ屋根裏。あーこの環境音やばいね。ね、ドアが勝手に一人でに開いてたんだ。うわあの布とか何がかけられてんだよ。タンスとかもあって不気味だな。普段はここは物置として使ってるって感じなんだろうけど、なんか不気味な絵あるよね、あれ。やば。っ誰？なんかギシーって音鳴ったよ。これ呪われちゃいそうな絵。ちょっとでもウルトラマンに出てきそう。ああ、なになになに？襲われんじゃないの？おうおう布かけられてるのがシンプルに人に見えてしまうんだよな。ここはでも開けられない。おお、すごい。なるな。ラップを見てるのがすごいする。怖っ。でもまたベッドの方に戻んなくちゃいけないのか。うわ、そろそろさすがに襲ってくるでしょう。この環境音怖すぎるだろう。さっきのリリーの話で言うと、この辺からね、その見てたみたいな話あったもんね。大丈夫なの？収まったね、一応。おお屋根裏かな。まだなんか音鳴ってる感じあるけど、とりあえずベッドに向かえばいいのかな。Go to ベッド。わ、ゆっくりやってんだ。あーちょっとまたここ翻訳かけたいんだけど、今多分これゲーム離れるとワンチャンフリーズする可能性あるんで、一旦このまま行こう。さあでまた戻ってきたのかな。うん、あ、ムービーシーンだ。あ、なんかでも鳥肌すごい立つ。その男が屋根裏からやってくるのか。大人になってもなおこの悪夢がつきまとう。怖っ、何このゆっくり移動すんのマジで怖いな。またでその影が見えてんのがね怖いね。単なる植物の影なんだろうけど、ゆっくり移動すんだって。これ自分で今操作できません。完全に来るの、来るのかい、来ないのかい、どっちなんだい。ああ、いえ、いる、来る、目だけがこっちを見ている。ゆっくり安定。あ、またストーリーで語るタイプ。ちょっとこの辺後で翻訳かけておきますね。Under your bed! ちょっと待って。ベッドの下にいるかもしれないよ、みたいな。な、うわ、すご、Thank you for playing! うわ、独語感すご。これは多分あれだね、その、言語的に今日本人だからね、パッと翻訳できないから伝わりづらい部分多少あるけども、こうリアルタイムでやっぱりね、英語が読める人にとってはこう、なんかじんわり来る怖さっていうのが本当にあるよね。編集の時にあの翻訳かけた時に俺もまたじわっと怖くなるんだろうな、こういうのね。あ、でもあえてそのびっくり演出みたいのをどでかくはやらないんだね。来るかな来るかなってこっちは身構えるけど、それをあえてやらない美学。家具の作りとか、その部屋の感じも結構おしゃれだったし、なんかおしゃれなホラーって感じだったな。これでもあれだね、メニュー画面に戻るわけでもなく、強制終了するわけでもなく、ただただこの不気味な環境を聞かされ続けるんだけど。まあでもこれで終わりですね。ということでまたこんな感じでいろんなホラーゲームとどんどん挑戦していきたいと思ってます。そういった動画気になる方はぜひチャンネル登録して鳥の爪団に入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。あなたの家の屋根裏は大丈夫？